皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日曲見に来てくださりありがとうございます。今日はね、外で歌っております。無事にね家に帰ってきて、だいぶ風も体調も良くなってまいりました。ありがとうございます。今日はねここに大ちゃんがいるんですけれどもね、大ちゃんここね横になっております。自由です。はい、今日チャレンジする1曲は、昨年ねチャレンジした吹きのとうさんの曲に今回もチャレンジしてみたいと思います。吹きのとうさんの13枚目のシングル、1979年の2月25日にリリースされました春雷という曲にチャレンジしてみたいと思います。ほんとね今の季節ですね、きっと2月25日にリリースされたってことは。はい、 B 面がバージニアスリムという曲になっております。作詞作曲がですねこちらの、春雷はですね、山木康代さんということで、こちらの曲はですね吹きのとう7枚目のアルバム人生春横断の先行シングル曲としてリリースされました。春雷はですねメンバーの、山木康代さんのお母様が病気に倒れてしまった時に回復の願いを込めて作られたという、いましたね、最初メロディーは文句なしだったんですけれども、歌詞はこれじゃと却下されて、ね、その時お母様が癌で闘病してたということもあって、その思いを曲に込めたという、こちらの春雷にチャレンジしてみたいと思います。聴いてください。ありがとうございました。松かなチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。吉成さん、チャレンジしてみました。いかがだったでしょうか。ねえ、本当に素敵なメロディー、ね、歌詞もすごい素敵ですね。でも本当吹きのとうさんにチャレンジした時にすごい反響がたくさんあって、あの北海道に住んでるゆうこさんとかもコンサートに行ったことあるんだよなんてね教えてくださったりとかして、ねえ、なんかすごいまだまだ知らないね松かなのね知らない曲がたくさんありますので、ぜひこの曲いいのあるよって知っていましたら、ぜひぜひリクエストお待ちしております。はい、大ちゃん、今日はお眠ですかね。本当にだんだん日一日一日とね
あったかくなってきていますね。寒さとともに暖かさもねやってきていますので、春の足音が聞こえてきていますので、皆さんもお体ご自愛して、明日も元気にマスカナチャンネルでお待ちしています。それではまた明日、またね。最近大ちゃんのねショート動画頑張ってあげてます。大福様よろしくお願いします。タレント犬ね、タレント犬ですか、はい、よろしくお願いします。はい、それではまた明日、またね。